はい、こんにちは。億万長者への道なんですけども、億万長者になるためにすごくね必要な2つのスキルがあるんですよね。それは人脈の力と、もう一つはセールス力なんですよ。でこれ一つずつお話しすると、人脈っていうのは、要するに私ずっとアフィリエイトをやってきたんですよね。でアフィリエイトをやってくる、要するに販売者をやってると、他の販売者さんっていうのをすごく意識して、その人とのつながりも出てくるんですよ。はっきり言ってお粗末な方ばかりで、何とも言えないところでしたね。でもう一つは販売のスキルなんですけども、その販売のスキルっていうのは、消費者心理をねよく分析して、売るためだけに作られた販売スキルって結構多いんですよ、で今でも新しい販売スキルって作られてます。でそういうのを先ほどお話した販売者の方が仕入れて使ってるんですよ。仕入れてですよ。だから販売者の方っていうのは、販売スキルを買ってきて、要するにセミナーを受けたりコンサルを受けて、それで販売するわけなんですよ。でそれがブームになって、みんなが同じような販売方法をやるんですよね。で市場を刈り取っていってしまうって形になります。まあ、私はその両方ともをちょっと距離を置いているわけなんですけども、やっぱりねビジネスをする上でこういうふうな、セールス活動をしていくと、2つのスキルね、他のセールスマンはどんな人なのかっていうことが見えてくる。まあ大半が本当にしょうもない人なんですけども、でもう一つは販売スキルがいろいろと学べるんで、例えばね無用なセールスに引っかかることがないんですよ。ただ売るためだけのセールスだなっていうのが分かります。どんな戦略で売ってきてるのかなっていうのが分かります。これが非常に大きいですよね。だからね、情報商材をなんか良さそうだなって買うこともないですし、 ICO をこれ良さそうだなって買うことはないですし、そのなんかね暗号通貨とかも全然詐欺商材なんてあっという間に見抜けますね、販売方法が分かると。もう一つは人とつながるっていうかね、あこの人はまたこんなせこい売り方してるなとかね、こんなずるい売り方してるなっていうのが本当によく分かるんで、名指しでこの人はっていうのはできないですけども、ちょっとねいろんな問題があるんで。ただですね、何にも学んでない人とか、セールスの人と何のつながりもない人よりは、もう全然資産を守れるってことが言えますよね。まあ例えば私はですね、まあ吉谷さんの販売手法っていうのはかなり好きなんですよね。で私も似たようなことをやってるんですよ。でこういうのは結構ねいいなと思うんですよ。ちょっとねからかいながらですけども、本当にすごいと思います、これをずっと続けられるのは。大抵の方は新しいセールス手法を買ってきて、それを駆使してですね、で市場を荒らしまくる、刈り取って、でまた新しい販売手法をどっかから仕入れてきて、またそれを試すみたいな感じですよね。だから単なる売り上げのためだけにやるわけなんですよ。売るためだけにやるわけなんですよ。そこにお客さんの都合とか、お客さんの懐具合とか、お客さんの商品買った後の本当に落胆とかね、そういうのは全く考えてなくて、分取るだけなんですよ。だから私は思うんですけども、生涯サポートするようなセールスマンね、もう生涯、私は吉谷さんは生涯いなくならない人だと思ってるんですよ。私と同じようにね、いなくなったら、もう吉谷さんが途中でいなくなったら、そのサポート全部私が引き受けますっていうぐらいね、吉谷さんのサポートは素晴らしいと思います。で、やってることもね私に非常に近いです。さっきでここでなんか打ち明けると、速稼塾っていうのもドリームアカデミアっていうのも、もうね凡事徹底の鬼ですよ。で漏らさず逃さず、どんなところまでもやる。そして他の人をどんどん紹介していく。吉谷さんもいろんな方のねコンテンツ入れてますし、私のコンテンツも入ってますけども、いろんなねこの人だったら押してもいいなってことを責任持って紹介してると。私も同じです。私もこの人はすごい人だなと思ったら、すぐに私ね塾生だろうがそうじゃなかろうが取り上げるわけですよ。でもですよ、私が取り上げてる人の中に、他のねプロダクトローンチとかね、YouTuber、販売 YouTuber とかね、ICO YouTuber とか取り上げてますかってことなんですよ。全く取り上げてないんですよね。取り上げるときはこれをやるなっていうね、どっちかって言ったらストップ動画ですよね。だからそういうことを考えてやってるわけなんですよね。もう本当に皆さんが損をせずに、本当騙されないでほしいなと。そして私が繰り返し言うのは、ビジネスっていうのはね、余剰資金を作るための活動であり、余剰資金で始めるものなんですよ。だからビジネスの教材一気にドカーンと使ってしまうのはちょっと考えものなんで、吉谷さんのドリームアカデミアもね低価格のものがありますから、それでちょっと小手試しをして、それでドリームアカデミア本当に60万80万100万大丈夫かなっていうふうなのを判断すればいいと思うんですよ。いきなり60万っていうのは私もお勧めしますので、だから無料コンテンツをどん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 私も吉谷さんも出してるわけですよね。この無料コンテンツでお金を払う意思が価値があるのかどうか分かるでしょってことなんですよ。だからそういうことをね、これから本当にこう地味ですけども、アクセスなんて集まらないですけども、アクセスメインじゃないんですよね、やっぱりね。販売っていうのは一人の人にどう寄り添っていくかなんですよ。だからアクセスなんて1でいいんですよ。1の人に
物が売れずに1の人に満足してもらえずに1の人に感謝をしてもらえずに100人1000人1万人求めるなんてね、まあおこがましい話なんですよ。でも売り上げだけを取りに行く人っていうのはアクセスが取れて、もう買う人がどんな人かわからない、3ヶ月経ったらはいさよなら、もっと言ったらですね、買った瞬間さよなら、そんな人ばかりだと思います。皆さんもそういう思いをしてきてるんで、この動画にたどり着いて、そして離れられなくなったと思うんですよ。ですんでね、私が思うのはぜひね、この動画を見てるあなたも販売者に回りましょう。その時にはどんな販売者になるか、アクセスメインじゃないです。一人でもいいんで、その人に徹底的に幸せになれるように力をね、目いっぱい出していく、そんな吉谷さんみたいなね、そして、まあ、私みたいなって言ったらあれですけども、吉谷さんみたいなあの販売者になってほしいなと思います。そこにはですね、あなたが月収100万の、そして億万長者に向かう要素が全てが入ってます。それでは以上です。